気をつけ、休め、気をつけ、休め、気をつけ。番号、番号は H2。 あれ誰だ今間違った先生、こいつです。俺も見た、お前だ間違った。番号1、4、5。お前だな今間違った。お前だよ。1。なんだ今の間違い。番号リンゴ。いた、俺かよ。俺、すいません。はい、エクスペクトラクションをご覧の皆さん、こんばんは。せーの、アンディコーです。はい、どうもどうも。ヨカさん好きな女性のタイプとか。やっぱこう料理ができる人がいいですよね。料理ですか。はい、そうですね、そうですね。そう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 、ぶりっ子な子が可愛いですね。ぶりっ子。はい、ぶりっ子っすか。はい、ダメダメない。ダメダメない。そうそうそう、そういうのがやっぱ可愛いですよね。可愛かった。可愛いです、すごく可愛いです。うん、バスケがうまい。そう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 、これ素敵です。やっぱスポーツが得意な人は、はい、いいですよね。 F1 レーサー。うん、目当てしてるから。はい。どうもこんにちは。ガスコちゃん。なんだい。今日はガスについてすごい怖いお話をしようと思います。はい。ガスって怖いの？そうなんだ、ガスはすごい怖いんだよ。目に見えないんだ。目に見えない？ガスって目に見えないの？そう、だから知らないうちに引火したりするととっても大変なんです。本当？でもガスって匂いがついてるの知ってる？そう、なんとガスは目に見えない分鼻で感知しようってことです。腐った玉ねぎの匂い。そうなんです。そう、ガスは腐った玅ねぎの匂いがします。そう、嗅いでみてください。以上、ニャッピーガスからのお知らせでした。どんな異性のタイプが好きなんですか？背が高くて意外とたくましい、髪が黒い。何それ、何それ。やっぱね、ぶりっ子がね、ぶりっ子嫌いっす。もっとサバサバした感じ。サバサバ。そうそうそう、あのよく海に泳いでる。うん。好きな異性のタイプは何ですか？マジ、これは難しい質問だね。ガスコちゃんは、いや、好きな異性ね、好きな異性ね、まあいろいろありますよ。うん、僕は腐った玉ねぎの匂いがする人が好きです。
どうぞ。あれはい、はい